瞬元気になったおもちゃん。ご機嫌な時の声だね、もしかね。ご機嫌な時の声っていうのは発情してる時の声と同じなんですよね、大体。おとなしくなっちゃったね。まあ銀河鳥の鳴き方っていうのはマックスでもこの程度なので、そんなにうるさくないですね。2羽、3羽、4羽っていたとしても、なんかこう、人間の耳に心地いいようなボリュームなんですよね。うるさいななんて思ったことはないですけど、人によりますよね。環境。大きいから環境も。もちくんハイテンションね。まあ金華町の鳴き声っていうのは大体こんなもんなんですけど、まあ、我が家の場合は外がもう森なので、これだけの野鳥が今現在も鳴いている状態なので、この子たちの鳴き声うんぬんはまあ関係ない環境で恵まれてますよね。まあ、それと、金華鳥は一日中鳴いてます。もう本当に、声枯れないんですかっていうぐらいずーっと鳴いてます。鳴いてないのは、時は、お風呂に入って、水浴びしてるか、こうやってやって、フォージングしてる時ぐらいですね。あと大体、鳴いてます。なので、おもちくんの元気バロメーターは、この鳴き声にありますね。まあ、半年間、7月なので、7ヶ月か、過ごしてきて、おいおい、今日おとなしくてどうしたのなんていう日っていうのは、そうそうないですね。まあ、雨の日にちょっとおせんちになって、じーっとしてたりとかいう例外はありますけど、基本的にはまあよく泣くしやかましい子で元気ですね。おとなしいと思ったらご飯食べてて